はい、こねぎもりもりです。今回はね、今月ね、運よくね、このミサイルをね2つ手に入れたんで、 DF12 をね2つ手に入れたんでね、このアーセナルシップに、DF12 の、3枠の地で行っていこうと思います。これはやばいですね。ではでは、これがメインとしてね、行きましょう。はい、来ましたね。ではね、行きますか。マップは巨大渦巻きですね。お、オリビアさんいますね。どうも。偶然ですね。挨拶しよっか。いや、どうしよう、挨拶しよっか。よいしょ。面識はね、あんまりないんですけど、日本人がいたら、挨拶はね、しとかないとですね。ではでは、さてと。あっち、ふわきおるな、めんどくさい。こっち、空母はどっちもいないか。空母はどっちもいねえな。いいや。よいしょ、おー、ゼロ攻撃いいね。もう全部、全部治っちゃう。あ、くっそ、チャフ炊いてない。オッケー。チャプター行ってなかった。おっと、キリンか、珍しい。このメッセージ自分持ってますよ。いや、このキリンのね、特別メッセージですよね。やべ、フワキンはダメ。ごめん、一生の人ごめん、ダメ。フワキンはダメ、マジでフワキンはダメ。ほんまにフワキンはダメ。あっぶねー、ごめんなさい。後ろの人、水売りくん、ごめんなさい。フワキンはダメだって。フワキンはあかん。フワキン、あっぶねえ。危ない。死ぬかと思った。おっと、フワキン処理完了。もうフワキンいなければ、もうこっちの勝ちですよ。オッケー。055チャプターいかないのか。あと、チャプターいっちゃったね。オッケー、できちん。うわ、キリンさんいるよ。オッケー。いや、強いね。やっぱり DF12 は。やっぱ DF12 ね、チャフね、半分無効みたいなもんなんでね。やっぱ強いっすね。というわけで、あとはヤマトかな。そこ、あいつ誰や。やっぱヤマトか。戦艦でね、艦載機あるのはヤマトだけなんでね。いや、でもヤマトこの体力いけるかな。いや、いけるか。この体力ならギリいけるかな。あった、これはやばい。お仲間さんが潜めてくれるかな。よし、ミサイル撃つ。よし。GGS。強いね。非常にやっぱ DF12 ね、核編成は強いっすね。ロマン編成というかね、強いっすね。オリビアさんはね、後で高評価をしておきます。ありがとうございました。ではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。